動中よ。はーい、今行きます。目標地点に移動します。はーい、今行きます。移動中よ。目標地点に移動します。移動します。移動中よ。移動中よ。オッケー、移動するね。移動中よ。はーい、今行きます。移動します。移動します。目標地点に移動します。オッケー、移動するね。移動します。目標地点に移動します。目標地点に移動します。移動中よ。オッケー、移動するね。オッケー、移動するね。はーい、今行きます。オッケー、移動するね。目標地点に移動します。オッケー、戦闘開始。移動だ。はい、移動します。目標地点に移動します。光線に突入します。すごい匂いですね。人も住んでないのにこんな匂いがするのね。ここは排水路だからね。いろいろ溜まっていたんでしょう。一言言わせてもらってもいいでしょうか。何？吐きそうです。嗅覚センサーをオフにすることを勧める。それを切ってしまうと、なんというか、人間からあまりにも遠ざかるみたいで、ちょっと変なこと言うね。心だけは乙女ですから。私は乙女を諦めるわ。切っちゃおっと。指揮官、大丈夫ですか？このお尻のすぐ後ろでそんなこと言わないでよね。でも意外ですね、排水路からの潜入なんて。普通指揮官はニケイコール兵器という認識ですし、火力で吹き飛ばす方を好みますから。好みとかじゃなくて、それ以外には頭が回らないってことじゃない？そのくせ自分の体だけを大切にして、少し泥がついたくらいで騒ぐでしょ。呆れるったら。止まれ。うっ、ああ、ちょっと指揮官様、今私のお尻に顔が当たってますけど。だから人のお尻に向かってそんなこと言わないで。後ろに行って。ねえ、なんで急に止まったりするのよ。光よ、内部についたみたいね。そうだね、早く出ましょう。
全部片付けちゃいましょう。これでいいよね。フォロー。リロードシークエンス実施。エラーお願い。装填するね。ご命令を。目標地点に移動します。はーい、今行きます。目標地点に移動します。はーい、今行きます。移動します。はーい、今行きます。移動します。移動中よ。戦闘始めるわ。前方にラプチャー発見。当然のように内部も掌握してるわね。こんな地下までどうやって来たんだろう。ところで、あのラプチャーたち何をやっているのでしょうか。機械の周りに集まってるね。ラプチャーが人間の文明を利用するわけ。アニス、よく見て。操作している。本当に？こんなことって今までありましたか？これまではありませんでした。指揮官、アークへ戻ることを提案いたします。調査という任務は達成しました。ラジャ、シフティ、後ろのルートを確保。気づかれたわ。エンカウンター。指揮官、私の後ろへ。ラピ！ふん、いい加減にしろ！ねえ指揮官様、しっかりしてよ。奴らが来てるよ。何この振動。前方タイラント級を感知。識別信号グレイブディガーで確定。あの土を掘るやつね。ここで戦うのは自殺行為だよ。ラピもいないのに。シフティ、開脚ルート。はい、当該位置の校舎はまだ稼働します。線路に沿って外部へ出ることが可能です。よし、行くよネオ。
弾がなくなっちゃった。フォローお願い。リロードしてみましょうか。弾がなくなっちゃった。状況終了。次の作戦区域に移動します。よし、振り切ったわ。ネオ、ラピュは無事みたいです。もうすぐで外部です。ここからは走ってください。ルート上にはラプチャーがたくさんいます。気をつけてください。了解。指揮官様、走るよ。このしっかりしてよ。ぼんやりして私たち全員死なせるつもり。ラピはまだ死んでない。頭さえ持っていけばなんとかなるよ。行こう、早く。わかった。師匠、これを持っててくれませんか。私たちが持っていると戦闘に支障をきたすので、よろしくお願いします。指揮官、ご命令を。君は追放処分とする。君に下した命令は発電所の調査だった。発電所を壊せとは命令していない。光線の影響で発電所内部が連鎖爆発を起こして大破し、保管されていた資材と施設が粉々になったのだよ。2ヶ月分だ。2ヶ月もアークを食べさせられる資源、君とニケたちが吹き飛ばしたんだ。言い訳があるかね。いや、ない。君にできる言い訳はない。君と君が指揮した分隊は今日付でアークから追放、全哨基地への配属が決まった。不毛の地だ。人もいないし施設もない。ああ、そんなに心配することはない。最低限の資源くらいはある。護衛もつけてあげよう。厚生官送りじゃないことに感謝するべきですよ。修理中だ。終わり次第上がらせよう。
では荷物をまとめてすぐ動きたまえ。発電所での光線データは？分析はすでに終わった。行ってみなさい。実戦に強いタイプというには異質すぎる。圧倒的だ。発電所内部のラプチャーたちのスペックは既存のラプチャーと次元が違う。それを突き放し脱出にまで成功したとは。何かあるに違いない。今は見当もつかないが、調べてみる価値は十分だ。まあそのための前哨基地行きなのだがな。偉大なる中央政府の目を避けるにはこれ以上の場所はない。もう一つ、人間の機械をコントロールしたラプチャーのことか。進化していると思うのが妥当だろう。果たして目的は？そうだな、どうせどっちかだろう。人類を抹殺するか、人類に変わるか。ここって前哨基地と聞きました。分かってるけど、なんで私たちがこんなところに配属されるのよ。師匠の護衛も兼ねて、あと発電所を壊した張本人ですからね。いくらなんでもこんな荒れ地でどうやって。おっ、アニス見てください。こんなに銃を乱射しても誰も気にも留めません。わあ、これはすごいわ。はあ、まあしょうがないわよね。わざとじゃないけど、罪がないわけじゃないから。そうですよね。あと野営みたいでワクワクしませんか。動機が激しすぎて死んじゃいそう。ところで師匠、私たちどこで寝るんですか。宿所？宿所はどこですか。ここですか。倉庫じゃなかったのね。食堂は？缶詰と戦闘食。ちょっと消費期限ギリギリじゃないこれ。あ、そうですね。あの、もしかしてシャワー室は？あそこの隅にあったような。ですよね、やっぱりシャワー室がありますよね。劣悪極まりないわ。まだ気になることがあって。何？まさか師匠も私たちと一緒にこの宿舎で過ごされるのですか。もしそうなら大問題です。いくらなんでも一緒に過ごすとなると。プライバシーの問題があるよね。うん。それはよか。ちょっと見せて。
公平よね。何かしらこれ、一人で使うのになんでこんなに広いの。ソファーもめっちゃ楽そう。というかソファーがある。確認したいことがあります。シャワーじゃなくて滝だわ、滝。私は師匠に失望しました。指揮官だから当然といえば当然だけど、これはちょっと差がありすぎでしょ。あ、いいこと思いついた。私たちと宿所を交換するってのはどうかしら。考えてみてよ、多数が損をするよりは一人が損した方が合理的だわ。そう思わないねえ指揮官様。優しすぎるのも問題ですよ指揮官。あ、来た。来ましたね。ごめん、二人には苦労をかけたわ。ボディを再整備し復帰しました。ここがこれから私たちが過ごす前哨基地ですか。なんだかいろいろ言いたげな顔ですね。こんな機会だから申し上げますが、どうしたの。まさかちゃんとくっついてなかったですか。あなたたち臭い。え、そう、嗅覚センサーを切ってたから知らなかったわ。ちょっと待ってください、二人はちゃんとしてて私たちだけ何なんですか、このざまは。ネオン、シャワー先にいいよ。ではお言葉に甘えて。指揮官、外で待ちましょう。荒れ果てたところですね。これからが心配です。先ほどの話に戻りますね。こんな機会だから申し上げますが、私たちニケは人間ではありません。人類の敵であるラプチャーと戦うため、強大な力と不滅の命を持つ兵器に過ぎません。大破したニケが平然と再び現れるのはよくあることです。ですから、そんな深刻な顔しないでください。指揮官、指揮官には私たちが何に見えますか。私たちを人間として見てくれるのはありがたいですが、結局指揮官が傷つくことになるでしょう。時間が経つほど違いを実感することになるでしょうから、私の言葉忘れないでください。もう遅いです、今日は休みましょう。指揮官、入ってもよろしいでしょうか。来客です。準備ができましたら下に降りてきてください。ありがとうございます。このご恩は必ずお返しします。
客が来たらキビキビ動いて。私がそんなに暇な人間に見える？誰？私？お前私のこと知らないの？最近の士官学校はダメね。基本的な常識も教えないんだから。おい、そこの白い鉄くず。え？私ですか？そう、お前。こいつに私が誰か教えてやって。このお方はニケ製作を担う三大企業の一つ、ミシリスインダストリーの CEO を務めるシュエン様です。ちゃんと聞いた？じゃあどうすべきかわかるわよね。は？全然理解できてないじゃない。ユニ。うん。ひざまずかせて。うん。指揮官。何をするんですか？ほど知らずのお調子者はこうやってたまに踏んづけてあげないと。おい、これから私と話すときはこのポーズをとるのよ。そして二度とそんな質問はしないこと。分かったわね。ほう、なかなか反抗的じゃないの。おい、私の言葉を無視するわけ？言ってみなさいよ。あはっ、面白い。足をどけろ。いえ、好きにやらせて。足の方が速いか銃弾の方が速いか試してみる？三原。はーい。感覚交換完了です。うん。なにこれ、痛い。素敵でしょ。三原とお前たちの感覚を交換したの。こうすると通覚センサーが自動でオンになるのよ。だからくっ、一体何を。こういうことができちゃうわけ。人間に銃口を向けるニケは理由を問わず処分のはずだけど、まあこの辺にしておきましょう。睨みつけても無駄無駄。さ、では話を始めましょう。これからワードレスと地上へ上がって。あ、ワードレスというのは三原とユニのことね。お前たちにも分隊名くらいあるんでしょ。そのカウンターズ、ま、そんな感じ。とにかく地上に上がってラプチャーを捕獲してくればいいの。詳しいことはこいつらに聞いて。わかった？靴かあげるわ。まだそんなことを言ってるの？いい？三大企業の CEO は副司令官と同じ命令権を持っているの。電気椅子に座りたくなければ命令に従うのよ。わかったわね。靴かよ。は？
はあ、見張らん？あいつと交換して。あら、主演、相手は人間よ。交換して。あらあら、お前撃たれたことないでしょ。さあ感じてみなさい。またふざけるんだったら蜂の巣体験を。何？面白い。おい、来ないで。下がって。下がれと言ったでしょ。三原、撃ちなさい。ニケは人間を撃てないわ。貴様。おい、話しなさい。気でも狂ったの？私を誰だと思ってるの？なんで私があんな鉄くずに。ごめんね。気絶したか。びっくりした。捕獲忘れないでよ。うん。はーい。ふう、終わり。師匠、見えますか？よかった。顔がめちゃくちゃになっててびっくりしたんだから。とにかくこれからはあんなことしないでね。人間はショックで死ぬこともあるから。でも怒ってくれてありがとう。あなたたち、ん？どういうことか説明してくれる？まあ説明は難しくないけど、地上に上がってからね。地上が何か知らないけど、その主演って誰？そんなことしていいと思ってるの？いいわよ。三大企業の CEO だもの。さ、急ぐわよ。2日しかないわ。期限を守らないと主演が何をするかわからない。